とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新ですね。27階。なんか見たことある気がする。OK。で、最初に、エンチャンターが2体出てくるか。もう出ない?出ないか?なんかこのね、エンチャンター、あー、なんか見たことはあるよ。これ絶対ある。はいはいはい。でも結構前にやったやつだと思います。おお、落ちるんだ、あいつ。ここで終わり?終わり終わり終わり。はいはいはい。まあ、特に問題はありません。ほう、いきなり。怒り。でも、エンチャントはそんな良くないな。おお。比較的難しくなりがちな場所っていうのが出てきますね。なるほど。おお。これなかなかかもしんない。危ね。危な。ほうほうほう、結構来るね。 OK で、こいつが結構、いや強くはない。よし、はい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 。2回敵多いね。結構多いけども、まあまあ気をつければ大丈夫そうで、アップドラフト持っていこうかな。で、エンチャント何かついてる?雷、バーストボーストリング。まあまあ、とりあえずいいかな。行きましょう。カトラス系が2つ出たっていうのが、ちょっと使っても良さそうだったけども、まあまあ、アップドラフトで行きましょう。問題はないかな。よし、でここでおしまい。はいはい、問題なし。クールダウン付き、いいかな。パワーシェイカーが近くで来るならソーブレードもありかとは思うけども、まあいいかな。危ね。クリーパーあんま出ないね。うん、クリーパーがそんなに多くはないシーズンですね。 OK。 おお、でも敵はね意外と多い。よし、もう少しいる。あー、そこか、散らばって出てくるな。おお、なんか敵が多いね。うん、ちらほらいる。で、4回クリア。次、おお、ドラでしょ。これ間違いなくドラよ。で、また嫌いなとこだな。はい、もう、よし、 OK。 もうこいつら通しいな。あ、でもそんなに数はいないね。よし、終わり。よしよしよし、5回終わり。問題はなし。お、あ、ウィザー、ちょっと待って、ここ、これ選び放題じゃん。ボーンクラブもいいし、ウィザーもいいし、コグもいい、まあ、プレートアーマーもいいんだよ。ウィザーでしょ、ここは。うん。クールダウン3入れたウィザー。
あ、危ねえ危ねえ。おいおい、すごいね、敵の数が一気に増えた。よし、じゃあ OK で、ここでおしまいかな。はいはい、ちょっとエンチャンターが出てびっくりしたけども大したことはない。虚無剣だね、虚無剣にしましょう。で、何が来る。金細工か。あ、ウィザーだね、金細工だったら。85、まあまあちょっと上がった感じですけども、何がついた。おお、まあいいんじゃないですか。あー、武器エンチャント入れよう。回復しようか。うん、回復と蜂を入れとけ。まあ、ユニークにすれば回復はついてはくるんだけども、これを上げるかは分かんないのでいいでしょう。で、蜂いいね、やっぱね、蜂がいい、蜂が素晴らしい。よし、終わり。うん、まあ今シーズンそうでもないよ。おお、もうほんと装備がいい、装備が素晴らしい。あー、いいか、稲妻持っていってもいいかなと思うんですけど、まあ、なしでいっちゃいましょう。どうですか。クリーパーがそんな出ないから嬉しいね、めんどくさくない。しゃ、あ、そっち側に結構いる。お、まだか、意外と勝てるぞ。こっち側はどうだろう、いるかな。いや、裏の方これいないな、今回いませんね。終わり。いやー、全然余裕だ、怖いぐらい余裕。いいかな、まあ一応、うん、弓持っていけ。うん、初期じゃちょっと弱すぎるので弓を入れていきましょう。あー、なるほど、火力が結構足りない。はい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 、ちょっと待って。あー、弓取ってよかった、全然倒せるようになってる。よし、いいんじゃない。 OK、 めちゃくちゃいいじゃん。で、こっちも倒、あっちで終わりか。で、矢もいっぱいあるしね、なんかすごい余裕。はい、で、ボスがまだだね、そろそろ。あ、次ボス、あ、これ影でしょ。うん、これ影。マジか。ならば、ここに来るまでにあれだな、ボールを貯めてきて、
アップドラフトで、まあ、マンパンは無理だろうけど、スーパンぐらいでいけるんじゃない？あ、いや、影関係ねえわ。影関係ねえわ。あ、最初のあれだ。怒りだ。怒りだったらいけそう。あ、ちょっと待って、これさ、8良くなかったわ。いや、いいか。8が、消えるのを待って、あー、ちょっと待って、この8が消えるのを待とう。 OK よ、 OK、 どうだ、よし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 、 OK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 、 うん、いや全然いい、全然いいよ。あぶね、あぶね。でいっ、感じ。まあ、次で倒せますね。うんうん、8失敗したかなと思ったけども、まあ、消えるまで待ってあげると全然大丈夫ですね。 OK、 次で倒す。スーパーだったらもう全然問題ないじゃないですか。8を出さないようにしよう。これがいいか。待って、どうだ、はい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 、まあね、こんなもんでしょう。でも出てくるなよ、もうめんどくさいあいつ。あっちのリゾルトテンペスト変えよう。こっちの方が戦いやすいですね。まあまあ、吸収はついてないけども、こんな感じかな。吸収はないけども、まあまあ、大丈夫でしょう。スピードバーストで、ちょっとうまく戦っていきましょう。おう。スピードバーストね、なかなか使ってて面白いよね。はいはいはい。でこれもうあれだな、防具はクリアまでウィザーでいい感じですかね。クリアまでウィザーだったらいけるでしょう。終わり？これでおしまいか。はいはい。でそろそろ折り返しですね。おお、パワーシェイカー欲しいなぁ。でもこのね、乱射もすごくいいのよね。パワーシェイカーで、パワーシェイカーでいきます。乱射もいいよ。すごくいい。すごくいいんだけども。こっちでいきましょう。うん。よし。でなんか多分ハープになる気もするんだよね、今回のは。輝くじゃなくて、はい、で強力なっていうか使いやすい武器が来てくれれば、おお嬉しいけどな。ちょっと待って、偉いな、場所におるな。ちょっと待って、すっごい戦いづらい。終わり？よしよしよし。ソウルもまあそこそこ溜まってますね。おー、いいかな。いきましょう。で多分17回か18回ぐらいでボスが出るんじゃない？おそらく。はいはい、意外とも硬いな。そりゃそうか、もうだいぶ上に来たからね。おっしゃしゃしゃ、来ると思ったよ、絶対出ると思った。
オッケー。あぶね、もう出ない。ネクロもおらんか。ネクロもいないかな。終わり。よしよしよし、いいんじゃないですか。おって、あー虚無がある。ああー、なんかキノコ取って怒りだ。なるほどね。まあ今回はいりません。あーなるほど、キノコ取って怒りってできるか。まあいいな。あぶねえ。はいはいはい、オッケーオッケー。すごいな、この狭い中でえらい出てくるな。ほんとちょっと待って、あの包囲機械まずなんとかしたい。じゃ待って、固まるなって、やたら固まるじゃん。あミスった。まずこの効率界だな。あれ当たってねえ。オッケー、はいはい、まあいいんじゃないですか。いいね。いやでも、もうあーでも次ね、そうね、ユニークだったらいかんな。パワーだったらウィザーあげるけど、ああーよかった。でウィザーはもうこれで完成ですね。で最後の商人を、ユニークになるんで、武器もしくは弓でいきましょう。でエンチャントで OK、 いいんじゃない。あ先に行こう、先にこっちから行きまーす。来んなよチビとか。チビがこっちに入ってきて、あぶね、残ったまんまいたりするとクリアできないからね。オッケーオッケーオッケー。おお強えね、ほぼワンパンで倒せるじゃん。おい、よし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 、いいんじゃないですか。 OK、 パワーシェイカーつけていきに行くか。でい終わり。あい、うん、でもパワーシェイカーがあるしね、いりません。うん、なし。でここね、いや今回結構選べるよ、選べる、いろんなやつでいける。 OK、 やっぱウィザーが異常に強い。うん、ウィザーやっぱこれ最高だな。減らんもん HP が食らったとしても。はい、こんなに減らんもんか。よし、でこっち来んな、こっち来んな。よし、はい終わり。はいで18回終了。次、おお、これも、うん、ボーンクラブに変えたいね。でボス何が来る。吸血入れたいけど、もうウィザーがあるからいらんかな。うん、過剰に回復つけてもね。何が来る？2体？1体か。お
はい。弱っ。まあいらんかな。で、あとあともパワーシェイカーは危ねえ、変えないとね。うん、あとはパワーシェイカーいらないわ。オッケー。もう動きにくい。どこ、あ、お前か、ここか。やたらいるな。でも終わり。ジオマンサーが4体ぐらいいたね。いや、まだいた。終わり。え、ああ、あの柱がね出てたから。ああ、いやいや、ここはバーストでしょ。うん、バーストでテンポだろうね。テンポ追い打ち入れとけ。うん、でも多分普通にあの装備ミスるとここは難しいと思うよ今回の。危ねえ。装備がいいから意外と楽に感じるけども、これ装備微妙だったらちょっと厳しいかも。うん、敵も多いし、なんか嫌なやつ結構いんのよね。よし、オッケー。お前えらいな場所におるな。で、すごいな、すげえな。ちょっと待って、よし、終わり。あ、いや、まだいた。はい、敵多い。ここ普通の装備じゃちょっときついぞ。あ、パワーシェイカーだね。うんうん、オッケー。で、最後は武器を上げていく感じになるかな、おそらく。おいおいおい、よし、すごいね。ちょっと待って、敵が。よし、危ねえ、戦いにくい。よっしゃ、お前戦いにくい本当。はい、22回おしまい。いいかな、いいね。で、23回、おお、クリーパー出る。結構多いぞ。やば、あぶね、クリーパー部屋だ。っていうほどでもないか。うん、クリーパー部屋ってほどでもない。あ、いやいやいや、結構出る。結構出る。おーいおいおいおい。舐めてかかるとやばいね。舐めてかかると結構痛い目を見そうな場所です。出るね。結構出るね。終わり？はいはいはい、23回終了。いいね。うん、今のでヌスト取ってスパイダーにするっていうのもありかもしんないですけども、まあいいでしょう。骨コンボ110、うん、まあウィザーの105で十分よ。十分十分。はい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 、なるほど。ここも結構敵多そうだな。多いね。
印。でもロイヤル、あー、いや、意外といるぞ。うん、ロイヤルガード意外と多い。じゃ、でもパワーシェイカーでまとめてあげると全然いけるね。おしまいか、もしくは上に何体か残ってるか。上か。はい、25回終了で、次行ってボスですね。釣り竿を持ってきてここでサイスっていう手もありです。コグ、おー、で最後の最後ここか。結構難しくなりがちな場所。あー、痛みサイクルも入れていいね。うん、痛みサイクルこれありだ。まあボス次第、いけそうだったら入れます。多分相当早いよ。痛み入れたら相当早い。よし、あ、でも言うほどないな。ここなんかの時がここめちゃくちゃ難しいところだったけど、今回のはそうでもない。うん、まあまあ装備に恵まれてるっていうのはあるよね。今回装備がマジでいい。オッケー、じゃあ、よし、いいね。ウィザーが来たらもう勝ちだ。うん、ウィザーでもう間違いない。終わり。はい、じゃあ次ボスだね。多分25分ぐらいで今回周回できるんじゃないですか。ああ、あ、まあいりません。ボスなんだろう、ボス次第でちょっと痛みを入れます。そっか、ウィザーだから別に痛み入っててもそう変わりはない。お、なんだ、痛み入れます。痛み入れよう。これはちょっとやだな。ああ、よし、よし、オッケー、よっしゃ。まあまあまあ、うん、そう、ああ、そうでもねえな。そうでもねえ。ああ、まああれか、影をちょっと入れてなかったっていうのはあるな。ちょっと次は影入りで殴ってみましょうか。 OK、 でや、まあ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 、おお、いいんじゃない。 OK、 あ、でも確実に痛みマックスの攻撃が入るんで、あ、いいよいいよ。うん、痛みマックスが確実に入るんでいいでしょう。まあまあ次で倒せます。もう確定、一発叩いて終わり。よし、で、はい、まあ、ちょっと最後ボスは倒し方がもうちょっとありそうですね。うん、ちょっと時間かかりました。では報酬見て終わります。お、あー、でもエンチャントよくねえな。あー、クリティカル使える、冬いらない。まあワールウィンドでしょうね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。